深山ダムは、栃木県那須塩原市100、村座新山地先、一級水系中川、本川最上流部に建設されたダムである。中川本川に建設された数少ないダムで、中川水系では、最大級のダムである。貯水池は、深山湖と呼ばれ、水系最大規模の人造湖である。明治時代より、那須疎水事業等、 強力に灌漑整備を行い農地面積の拡張を図ってきたナス地域の灌漑整備であるが戦後の食料増産促進を図るため農林省は国営ナスのが原土地改良事業を施行その水源として中川にダムを建設することとし下流のいた室ダムと共に1968年より建設が開始され1973年に完成したダムの形式は アスファルトフェイシングフィルダムで高さは75.5メートル。ナス大地一帯への考え、ナス塩原市への上水道供給、県営発電が目的である。現在は、板室ダムともども、栃木県に管理が移行されている。一方、電源開発株式会社は、中川上流部に用水発電所の建設を同時期に、計画していた。1969年、 沼原発電所建設計画を発表し宮間ダムを下池に利用し、上池として沼原調整池を建設し最大出力67万5 0 0 0ットの発電を行おうとした。沼原調整池の地質は、透水性の高い火山性堆積物であること、ダムから調整池までの最高上げほどが500メートルを超えることなど、技術的な問題はあったが、 前者は、深山ダムと同じアスファルトフェーシングダムとしたこと、後者は、新規に、大容量フランシス型ポンプ水車を開発、導入したことで解決した。沼原調整池は、深山ダム完成と同じ九百七十三年に、完成、発電所も稼働した。中川水系には沼原用水発電所のほか、九百九十五年に、東京電力株式会社によって旅側に、 塩原発電所が建設されている。ダムは日光国立公園内にあり、ダム湖の新山湖からはナスだけを望める。新緑の時期には雪をかぶったナスだけが湖面に生える。近くには沼県出原や板室温泉があり、観光地となっている。調整地の漢字表記は国土地理院の地形図上では沼原調整地であるが、一般にはしばしば。 沼源調整地と表記されることがある。左、電源開発沼原発電所前景。左が、深山ダム湖。その右にある四辺形の水表面が沼原調整地。より作成右、ナスダケット山毒の沼原調整地沼原発電所の発生電力を送電するため、沼源線が建設された。1972年11月17日午後。 官長検査を終えて完成、同月28日には発電所が試運転を開始するスケジュールに合わせたものであった。ありがとうございます。